そこには二人の男の姿がありました。その二人とは平野歩とショーン・ホワイト。4年もの月日が過ぎ去ったというのに、まるであの夢の続きを見ているかのような、オリンピックという唯一無二の舞台で再びドラマの続きを見れるなんて。4年前のピョンチャンでモンスターと呼ばれた平野歩19歳、そして神と呼ばれたショーン・ホワイト31歳、極寒の地での2人の男たちが紡いだ熱いドラマ、皆さんは覚えていますか？ハーフパイプ決勝での3回目の試技で、まさに手に汗握る神とモンスターの一騎打ちに、会場は興奮のるつぼと化していました。まさに神と怪物のしのぎ合い。ドラマは平野選手の2本目の滑りからでした。先に平野選手が五輪史上初の大技ダブルコーク1440を見事に決めて 95.25 点をマークしてホワイト選手を威圧、会場全体が騒然となる中、3本目にそれは起こりました。あの神はやってのけたのです。勝つにはやるしかなかった。これまで大会では一度すら決めたことがないというダブルコーク1440に挑み、見事連続で成功させたのです。それができるからこそのショーン・ホワイトなのかもしれませんが、実は大会前に転倒して顔を60針も縫う大怪我をしたにもかかわらず、勝つために躊躇せず選択したのです。結果は 97.75 点、土壇場での大逆転でした。そんな3回目のホワイト選手の滑りを瞬きもせずに見守った平野選手。しかし彼もまた前年に全米オープンで左膝の靭帯を損傷と腹を打って肝臓を痛め、全治3ヶ月の重傷を負っていたのです。その原因となった技が実はダブルコーク1440でした。なのに勝つために迷わず選択しているのです。ホワイト選手の得点が 97.75 と出た瞬間のあの何とも言えない平野選手の表情は、4年間金メダルを取ることだけ考えてやってきた思いがにじんでいました。しかしあの時の 2.5 点差、たとえ敗れたとしてもこんなに差がつくとは誰も想像してなかったでしょう。そうなった理由の一つは、ホワイト選手が平野選手の後に滑ることで採点にあやが生まれたのだと言われています。点数は100点以上はつけられません。平野選手の2本目が 95.25 点に止まったのは、すなわちホワイト選手がその得点を万が一超えてしまったら、それ以上をつけざるを得なくなってしまう。ですから平野選手の採点自体もあらかじめ低めに見積もられたということらしいのです。つまり評価基準がホワイト選手だったということが大きな理由だったのではないでしょうか。しかし2人のうちのどちらかがいなければ、そんな手に汗握る名勝負も生まれなかったでしょう。ホワイト選手の当時の言葉が印象的でした。歩むのおかげだ、背中を押してくれた彼に感謝したい、正直人生で一番チャレンジングな滑りだった。この言葉で2人の凄さを感じたのを覚えています。この激闘を目の当たりにしてネットは、歩む平野は神だ、なんて1440だ、モンスターだ、歩む平野にはとんでもない将来が待っているだろうな、映画だ、これは映画に決まっている、超大作のシナリオだ、人生で一番泣き叫んだ、史上最高が史上最高を更新、神とモンスターの戦いに酔いしれた、そんなコメントで埋め尽くされたのです。そして2022年北京オリンピックでこの特別な2人が決勝で再会することに。しかし4年前のそれとは全く違う再会だったのです。というのも、神と呼ばれた男ショーン・ホワイトが昨年の夏に手術したという膝や腰の故障を理由に、なんと北京五輪を最後に競技人生に幕を下ろすことを直前に発表していたのです。そして平野選手はというと、二刀流で
東京オリンピックへスケボー代表で出場し、そして半年後の北京オリンピックではハーフパイプで出場という考えられないローテで出てきていたのです。しかし戦前の2人の思いは同じでした。ホワイト選手はこれが競技として最後になると思う、だから非常に特別だ。平野選手も北京は特別な五輪になる。そしていよいよ決勝に進出した。23歳の平野選手と35歳のホワイト選手。平野選手は1本目は転倒したものの、2本目でトリプルコーク1440を含む人類史上最高難度のルーティンを五輪で初成功させたにもかかわらず、またしても 91.75 点という低評価をされ、その技を出さなかった選手に上回られていた結果に、ある海外スポーツ解説者は茶番だと追われ、世界中から一斉に採点への批判が沸き起こりました。当の本人にしてみれば、ピョンチャンに続いてまたなのかと、てっきりそう思ったのではと思っていましたが、いい意味でイライラしていたという平野選手は、その怒りをバネにして3回目の演技で再び同じルーティンを敢行。まさに不可解なジャッジを力でねじ伏せる、有無を言わさない完璧な演技で世界の頂点に立ったのです。それでも96点止まりだったのは不思議でなりませんが、一方のショーン・ホワイト選手はというと、予選は4位で通過したのですが、決勝では2回目では85点をマークし、逆転をかけての3回目の滑りで着地を失敗して万事休す。残念ながら4位に終わったのです。でもやっぱりすごい選手だなと思ったのは、成績ではなくて彼のスノーボードや仲間に対する愛ではないでしょうか。何よりもそれを表していたある光景に目を奪われた人も多いのでは。それはショーン・ホワイトが平野歩夢の金メダル獲得を見届けた直後、インタビュー中の平野選手に駆け寄り、新しい王者のヘルメットをポンと叩き、思いっきり抱きしめた瞬間、ずっと硬かった平野選手の表情がみるみる緩んで笑顔になった光景でした。その時ホワイト選手は平野選手に満面の笑みでこう言ったそうです。マジでいい滑りだった。なあ今度滑りに行こうぜ。二人の心が通じ合いリスペクトしているからこその短くてあったかい言葉だと思いませんか。後のインタビューで平野選手は彼のことを、本当に結果どうこうじゃないというのがショーンと僕の中ではうっすらとつながっている部分なのかなと思います。自分がしたことのない経験をショーンはこの場でしてチャレンジしたと思うので、すごいそういう背中はリスペクトしている。今日こういう演技につながったのも、弟がいたりショーンが言ったりというのが背中を押してくれたと思う。ショーン・ホワイトも、僕の後を追いかけてきた若いライダーたちが僕を追い越すのを見ることを心の底で望んでいた。歩夢の時代が来た。スケートボードとスノーボードをやるなんて真のアスリートだと思う。彼がベストを尽くすことを祈っている。そう言って平野選手にバトンを渡し、笑顔で会場を去るレジェンドの目は赤く腫れていたそうです。今回の北京五輪では他の競技でも何かと物議を醸すことが多かっただけに、この二人の天才たちのしばしの別れは、清々しさとともになんだか少し寂しくて温かい気持ちにさせられました。この二人に対して海外では、平野のおかげでスノーボードが救われた、彼がオリンピックを救ってくれたと言ってもいい。最後の大会のラストランでスタイリッシュなランではなく勝とうとし、3回目で転倒したショーン・ホワイトにエールを送りたい。平野、本当におめでとう。ショーンは3位であってほしかった。最後はふさわしい人物が金メダルを手に入れた。あのジャッジに打ち勝ったのだから金メダル2個に値する。連続写真でもどんな動きかわからない。まさに今の人類で成し得る最大限の技。
トリプルコークは身長で飛ぶのではなく、心臓で飛ぶんだ。いかがでしたか？あなたは、二人をどう思いますか？以前、ショーンは平野選手のことを、こう言ってたのを思い出します。歩夢には、テンプの才能と情熱がある。自身もそうである彼が、最後に、平野歩夢を後継者に選んだのも、うなずけるような気がします。好きこそものの上手なれ。二人のスノーボード愛にリスペクトしかありません。それではまた次回お会いしましょう。